おはようございます、くまみきです。今日は最近朝の5時起き生活になった私の早起きモーニングルーティンを紹介していきます。まずね、早起きするために使ってるのがソムナスっていう睡眠アプリです。睡眠の質を計測してくれて、起きやすい時間にアラームを鳴らしてくれたりとか、今日はこのぐらいの時間に仮眠をとったらいいよとか、夜は何時ぐらいにリラックスタイムをとった方がいいよとか教えてくれます。そしてもう一個の早起きアイテムがインティフォーっていう光目覚まし時計です。この今徐々に明るくなってるのがそうなんですけど、起きる時間に合わせて徐々に明るくなってて、光を浴びることで体のリズムを整えてすっきり目覚めさせてくれるっていう目覚まし時計です。光だけじゃなくって音も鳴らすことができます。朝日と同じぐらいの光量を出してくれるらしくて、結構明るいです。だけど目を守る優しい設計になっているらしいので、起きた後も光だけもう一回つけて光を浴びてね、体が目覚めるようにしています。この2つ使うことで本当に起きれるようになったんですけど、ただ寝不足とかで本当に疲れてる時はこれでも起きれないですね。だからね、結局大事なのはちゃんと睡眠時間確保することと、朝起きてこれをやるぞっていうものを持つ意識だと思いました。これは1ヶ月ぐらい使って分かったことです。前までは寝る時もカーテン開けた状態で寝てて、で夜ね明るくてちょっと寝づらかったんですけど、この目覚まし時計買ってからはカーテン閉めて寝るようになりました。夏はね日が昇るのが早いからいいんですけど、冬の時期にねこの光目覚まし時計使うのが結構今から楽しみです。矯正用の器具外してうがいします。7月はねついにワイヤーがつくんでめっちゃ楽しみです。そして恒例のお水タイム。そして最近新しく取り入れたのがモーニングページを書くことです。1ヶ月ぐらい前から始めたんですけど、朝起きて頭の中に浮かんだことをただひたすらノートに書くっていうもので、ノートに1日3ページぐらいもう何でもいいから思ったことを書いて心のデトックスをして、で2ヶ月後に読み返して自分の思考を知るみたいなものらしいんですけど、ちょっと3ページも書けないので15分ってタイマー決めてちょっとやってみてます。眠すぎて何も思い浮かばない時は書くことがないとか書いちゃってますね。まだ効果はわからないんですけど、頭の中が整理される感じがして結構楽しいです。終わったらコンタクトをつけて日焼け止め塗ります。日焼け止めの効果が出るまで15分かかるって言われてるので、塗った後はしばらくストレッチとか筋トレをしています。ヨガかストレッチを10分、筋トレを10分それぞれやるようにしています。時間がない時はヨガ5分とかでもやるようにしてますね。もう体をね伸ばさないとなんか気持ち悪いなってぐらい習慣化されました。最初の頃はねちゃんと部屋の机とかどけてスペース確保してやってたんだけど、最近めんどくさくてベッドでやってますね。それにしてもひどいな自分で運動してる動画を見たけどひどいな。できてないしヘトヘトですね大体。まあ、こんなもんです。はい、お待ちかねのもじゃんぽでーす。待って、うわ、水こぼした。もじゃ、まさかのあいにくの雨だったんですけど、まあギリギリ散歩できるかなぐらいでした。でもね、アジサイがめっちゃ綺麗で気持ちよかったです。そしてやっと朝ごはん。今旅行前で全然家に食材がないので宅食サービスナッシュ使ってます。これリサちゃんも使ってましたね。私もハーチューさん経由で知ったんですけど、結構美味しくて大好きで友達にも勧めまくってます。いただきます。今日はナッシュのすき焼きですね。すき焼きとあとこの横のお惣菜系が割と私美味しいなって思います。あと玄米ご飯、今日は超手抜きです。
あとヨーグルトも食べました。最近ちょっとイチジクブーム来てます、自分の中で。あと前にルーティン動画出した時に結構突っ込まれたんだけど、あのもじゃの食事はいつも私が食べ終わった後にあげてます。そしたら朝のシャワータイム。前に動画で紹介したこちらのおかげで最近はシャワーの後も涼しく過ごせてます。スキンケアなんですけど、最近夏用に切り替えて拭き取り化粧水とかまた使うようになりました。スキンケアと朝のむくみ取りマッサージについては今度別の動画で紹介していきます。髪の毛セットして、で今日はねメイク動画撮ろうかなって思ってたので、メイクはしないでこれで準備完了って感じです。はい、というわけで以上が私の最近のモーニングルーティーンでした。まあだいたい8時ぐらいに基本的な今のやること終わらせて、まあ洗濯物がある日は洗濯物したりとか、動画撮るときはもうそのまま準備して動画撮り始めたりとかって感じで生活してます。なんで急にこんな早起きに目覚めちゃったんだろうって感じなんだけど、一番最初のきっかけは友達に朝活しようって誘われて、でまあ私そんなにその時は乗り気じゃなかったんだけど、まあその日だけいっかと思って朝活参加して、みんなでお散歩して朝ごはん食べてっていうのをしたんですけど、なんかそれがすごい気持ちよかったんですよね。でそれからなんか朝活とか早起きとかに興味が出て、早起きするとこんないいことがあるよみたいな記事を読んだりとかしていくうちに、あちょっとやってみようかなって思って、その友達同士で集まんないでもう一人で勝手に早起きをするようになったんですけど、まあ、タイミング的にちょっと早起きしなきゃいけない日がすごい多かったのと、夏になると日中暑くてもじゃのお散歩行けないので朝早く行かなきゃいけないんですよ。でどっちにしろ早く起きるようにしなきゃいけないっていうのと、あとまあ動画の中でも言ったけど、朝運動をする習慣をつけたいなって思って、なかなかね家で日中に筋トレしようとか思ってもバタバタしてできないし、夜やろうと思っても夜なんて疲れて寝ちゃうだけだから、もう朝しかないなと思って朝やろうって思いました。で今はまあヨガ、ストレッチ、軽い筋トレに収まったんですけど、最初の1週間はジョギングもやってたんですよ。もじゃと一緒にねジョギングをしてたんですけど、まあ1週間で断念しましたね。それはなんか前も走ってたはずなのにさ、全然体が追いつかなくて、5時に起きて走ってっていうのが多分合わなかったのかな。もう走った後その日1日使い物にならないくらいヘトヘトになっちゃって、マジボロボロな1週間を過ごしちゃったんで、ちょっとそれはやりすぎかもって思ってやめました。だからね目を覚ます程度の運動にとどめましたね。 YouTube で検索毎回していろんなの試してたんだけど、最近はねお気に入りのやつ3つぐらいに絞られました。ちょっとお気に入りのやつ動画概要欄に貼っとくね。軽くでも体を動かさなきゃ落ち着かないってぐらいにね習慣化されてきたんで、それはねやってみてよかったなと思います。あと早く起きてよかったなって思うのは、なんか一日が長く感じます。お昼ご飯食べたあたりでなんか一日終わった気になるんですよ。午後からちょっと2日目みたいな雰囲気ですね、自分の中で。ちょっとこれは不思議な感覚なんですけど、大体9時とか10時とかになるとねみんな仕事とかで動き出していろんな連絡が来たりするんだけど、朝方ってほとんど連絡来ないから、すごいちゃんとね自分の時間が設けられるようになりました。ここでのポイントは朝方に携帯を触らないことだなって思うんですけど、私前までね朝起きてすごい二度寝しちゃう癖があったんですよ。二度寝三度寝当たり前で、起きようと思って携帯をこうね見てSNS とか回ってもまたぐる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 回っちゃうだけで、なんか時間をすごい無駄にしてて、だけどこの1ヶ月間ぐらいね起きてあれやってこれやってっていうのをスケジュール化してったんですよ。5時に起きてあれやってこれやって何時にはこれみたいな風にもう書いて紙に書いて置いといたの。そしたらね朝何やるんだっけみたいな迷いがなくなって、もうその書いてある紙の通りに順番に動けばやること終わるみたいな感じになったんで、朝布団でゴロ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 してた無駄な時間がなくなったのが本当に良かったなと思います。でもまあちょっと起きれない時期もあったんですけど、台湾帰ってきて別に時差ボケとかなかったんだけど、それでちょっと生活リズムが狂ったのか、光の目覚まし時計使っても全然起きないみたいな
たいな時期もちょっとあったけど、また最近立て直してきて起きれるようになってきました。光目覚まし時計ね、本当はね光だけで起きれるっていうのが理想らしいんだけど、私まだねその音がないと起きれないですね。これいつか光だけですって起きれるようになるのかなってね、どうなんだろうって思うけど、多分ちゃんとした睡眠時間が確保できれば起きれるかなって気がします。私今のところ平均睡眠時間が 6.5 時間ぐらいなんですよ。で多分本当の体質的には最低7時間ちゃんと寝ないとダメな人で、だからちょっと不足気味なんですよね。それでまだちょっと眠いのが残るのかなって思うんですけど、今後の課題としては私ちゃんと夜のねナイトルーティーンを組み立てていきたいなって思ってます。ナイトルーティーンの動画って私出したことあったっけ、1回ぐらいしか多分ないと思うんだけど、あんま夜のルーティーンってのがないんですよね今んとこ。結構寝るギリギリまで編集しちゃったりとかする悪い癖があって、アプリの中でも寝る何時間前にリラックスタイムを取りましょうとかね案内してくれてるから、ちゃんとそこでお風呂に入る時間を作ったりとかできるようになりたいなって思ってます。ちょっと次の課題はそれですね。朝はね予定が入りづらいから割と簡単にこうやって組み立てられたんですけど、夜は友達と遊びに行ったりとかいろいろあるから、うまく組み立てられるかなと心配なんですが、まあ無理のない程度に規則正しい生活をね続けられるように、またナイトルーティンがもしいい感じに組み立てられたら動画で紹介したいなと思います。なんか夜これやるとぐっすり寝れるよとかあったらぜひ教えてください。というわけで今日の動画楽しんでいただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。前に作ったモーニングルーティンの動画まだの方はぜひ上のカードタップして見てみてください。それじゃバイバーイ。